2023年10月6日、公開用の投資戦略アップデートです。今回は1、バイデン政権、国境の壁建設へ。2、トランプ氏、下院議長就任はデメリット大。3、影派対穏健派、まるで宗教戦争。こんな感じです。はい、えー、っとですね、まず、パフォーマンスから行きましょうか。9月のパフォーマンス出まして、まあ、はっきりね、えー、ダメでした。えー、影響不意がマイナスの3点 えー、グローバルマクロマイナスの4.54、えー、個別銘柄がマイナス六6.48、えー、ですか、えー。それぞれですね、あのベンチマークからあの指数からかなりやられて、まあ、永、え、久、ーね、保有がどれぐらいやられたんだろう。永久保有は2%近くやられたかな。あの、配、え、当、ー、入れるとそうですね。それから、えー、グローバルマクロは えっと、2%以上 ?2.5、2.7、えー、とか8とか。うん。えー、っと、それから、個別銘柄も、ーまあ5、5%はいかないですけれどもね。まあ、まあ、かなりやられましたね。8月、かなり買ったんで、それをまあ、えー、かなり吐き出したという感じですか。全部ではないにしてもね。うん。えーえー、まあ、せっかく、こう、先月良かったのですが、吐き出したという感じですね。えー、まあ、長期のパフォーマンスはこんな感じ。影響保有は引き続きリード。 えー、グローバルマクロもね、あのー、リードしています。えー、個別銘柄がね、なかなか追いつけないんで、まあ、ここは頑張りたいなというところですか。はい、それでですねあの、バイデン政権があの今までねその、えー、不法移民ウェルカムって言ってたのを、なんかこう、急に変えたんですね。これでみんなびっくりしてます。ちょっとこれ聞いてみましょうか。 ちょょっと最初かから聞いてみましょうかねす、まあ、すぐですアメリカのマヨリカス国土安全保障長官は、5日メキシコから大勢の不法移民が入国してきている南部テキサス州の国境の複数の場所に、壁の建設を認める決定をしたと明らかにしました。マヨリカス長官は、去年10月から今年8月にかけて、今回、壁の建設を認める地域だけでも、24万5000人もの不法移民が入国してきたことを挙げ、国境付近に物理的な防壁と道路を建設することが緊急かつ急務となっているとしています。 うん、この国境付近に物理的な障壁と道路を建設することが緊急かつ空急務となっているって言ってですね。その、その、えーえー、大勢ここから入ってきたから防がなきゃいけないんだって言ってですね。それで、みんなこうひっくり返ったわけですよ。あれだって君たちね、その,の,の,の、バイデン政権できたらすぐその国境の壁建設をすぐやめたじゃないですか。まず最初にやったことの一つですよね。はい。で、 あのーまあ、これ、何回も言ってるんですけれども、不法移民がね、もう、えー、めちゃめちゃ増えて、でもう、あのー、6万人ぐらい、ね、ニューヨーク市にも来たら、もう値を上げたわけですよ。えー、もうあの金がいくらあっても足りないって言って、ティチも悪化してると言って、それで、あのー、そういう民主党の市長らがですね、まじ怒りしていて、どうも突き上げがあったらしいんですよね。 で当たり前ですけれども、トランプさんは謝罪を要求してて、で <laughs> お前らね、結局俺のことをボロクソ言ってたけれども、結局そうだろっていうことを言ってます。それから、ネットも当然ですね、これもトランプ氏が正しかったと。最初から想像できた結末だとかですね。あの、不法移民排除は差別って言ってましたよね。ねあなた方がそれをやるんですかみたいな感じで、まあ、揶揄してされていますね。はい。 そうですね。あの、これ、この記事、最初に記事を見たときには、その、えー、国境の壁が解決策ではないとか言って、ちょっとね、理由ボぼけてたんですけれども、さっきの、あの、うん、動画を見るとね、もうはっきりと、あの、不法移民、ここから入ってくるからって言っちゃってますよね。はい。えぇ、ー、で、まあ、これは、あの、アメリカのデータなんですけれども、ここがね、あ、こっちで見るか。あの、えー それまで1ヶ月あたりの不法入国者って5万人いなかったんですよね。えー、ねそれがあのバイデン政権になってもう20、えー、20万人とかね。 25万人とか行くようになって、で、えー、通算で少なくともですよ、700万人入ってます。これは、あの、南部国境だけなんで、これバッと足し合わせてもね、700万人ぐらいいっちゃうんですよね。で、北部国境もあれば、もちろん見逃されてる人たちもいて、さらにですね、6月からは、その亡命申請アプリっていうのがあって、CBP1 っていうのを申請すればすぐ入国できるんですよ。だから、それって多分これ入ってないですよね。何人入ってるかわかんない。えー あえっ、ー、と、トランプさんは1500万人って言って、いや、そこまでは多分いかないんですけれども、1000万人ぐらい入っててもおかしくないなというふうに私は思いますね。はい。それで、その、これでね、その、言い訳として、えー、なんか、あの、予算をねあの、トランプのせいだと、トランプの時代の予算をちゃんとやらなきゃいけないからって言ってるんですけどもね、これ多分嘘なんですよね。 なんでかっていうと,そのおです、ねえっと、慌ててこの国境の壁建設の資材が余ってこう、野ざらしになってたんですよ。えー、だからもう2年半ぐらい。えー、それをですね、そのなんかあの国が使わないんだったら、テキサス州だとかね、そ,のそれをこうれの壁建設に使うか、あるいはそのテキサス州のような州に引き渡して、 国境防衛に使用させるっていう法律をどうもその通そうとしたらしいんです。で、通ったかどうかは正直わかんない。えーえー、ごめんなさい、ちょっと私がね、まだそこまで調査してないんですけれども。おおそしたらですね、えーまあ、だからこの法律とそのバイデン政権が言い訳に使ってる予算っていうのは、なんか別なんじゃないのかなっていう気がするんですよね。そのよ予算を使わなきゃいけないから。あの トランプ時代のねあの、うん、やってるんだって言ってますけれども、多分これ別でしょう。それでですねその、この法案が出された今年の5月ですね、バイデン政権はそれらの資材をですね秘密裏に、ね、こう安く叩き打ったんですよ。だから余った資材をね、えー、をがあ,あれば、その 例えばテキサスに渡されて、ね、テキサス州に渡されて壁作られちゃうからその、その前にね、要は売っちゃったよって言って、あのうん、国防省に入るらしいんですけれども、売っちゃってねその、もうないからっていうふうに言おうとしたんでしょう。えー、だからあの、やっぱりね、バイデン政権は少なくとも今年、この法案が出された5月時点では、国境の壁を作らせる気はなかったんですよね。うんでねその えー、しかもね、これこっそりやってたらしいんですよ。これが国境の壁の材料であることを口にすることは法律上禁じられており、そうでなければ私たちは、うん職を失う可能性があるとガブガバ。ガブプラネットの関係者がね、そう言ってるそうなんです。まあ、すみません。これはね、英語の記事なんで、あのー、これですね、えーと。バイデンが静かにその、えー、国境の壁のパーツを、えー、売ろうとした。 そのうん、共和党がこうそういう法律を通そうとしたからという話ですね。はい、でですね、あのこれはね、えっと、先週も言ったんですけれどアメリカの民主党内でなんか起こったんですよ。少なくとも政策転換か、権力の変化があったんじゃないの、権力構造の、ね、変化があったんじゃないのかなって思うんですよね。えー、先週ももましたけれどもその えー、不法移民ウェルカムだったわけじゃないですか。で、例えばね、こう、6月にニューヨークに到着したベネズエラのね、からのその、不法移民がいるんですけども、到着後2ヶ月で14件の犯罪で6回逮捕されたんですよ。でも、すぐ釈放されるじゃないですか。民主党首で、正規都市だから。うん。すごいですよね。10、あの、結構洒落にならない犯罪がこの中にいてあって、6回逮捕されてるんだけど、すぐ出て、で、ね、裁判やるからって言ってもすっぽかして、それでも OK だった。ところが、 その、そんなね、寛大な、あアメリカの民主党が先週、その、アップルストアでね、100人強盗が、集団強盗が入ったのを捕まえたじゃないですか。逮捕して捜査したんですよ。で、これはね、おかしいなってやっぱり思うんですよね。あの、私がこういうことを言うと、こいつ気違いだろうと捕まえるの普通じゃんって思うかもしれないですけども、それ普通じゃないです。<laughs> あのアメリカの民主党州では、あの、捕まえたりね、 あの店員や警官のほうがあの、ペナルティを食うからスルーなんですよ。だからターゲットだとかね、いろんな小売店が撤退してるんですよね。はい、で、えー、それで、そのところがですねの、実はバイデンさんは嫌がってた、ザ・ラストステーツマンだったかな、えーと、ポリティシャンか、ザ・ラストス、うん、ポリティシャンという本で、あの実はね、あのバイデンさんは、この不法移民をの放図に。 あの受け入れることに反対で、ところがその周りにいる政権スタッフが無制限に入れようとしたんですって、でだからこんなに、ね、入ってきてるんですけれども、実はバイデンさんは、あのいやもう、ホーズはだめだよって言って頑張ってたらしくて。 ところが、周りの,、ね、そのバイデンさんを見越しとして担いでるスタッフたちが、いや、こんなんじゃ足りないですよ、とりあえず倍にしときましたとか言って、ガンガン入れた。で、特に積極的だったのが、国内問題担当補佐官のスーザン・ライスさんなんですね。まあ、この人はもう、あのえーまあ、若い頃はね、クリントン政権、そしてそのオバマ政権でも。 やってまあ、私から見ると、その世界情勢をぐっちゃぐちゃにした <laughs> あの一人なんですけれども、この人があの国内問題の担当になって、あの移民をどんどん入れますというふうに言ったんですよ。で、多分こういうね、しえっとこうアプリでもうあの手続きなしでガンガン入れましょうと、不法移民をね。まあ、不法なのかこれよくわかんないですけど、これを使えば、うんあの 合法になるのか、それは知らないんですけれども、でここまでして不法移民を際限なく入れようとした、あの、バイデン政権がこういうことをしたってことは、おとあの政策を転換したか、権力の変化があったか、うん、なんですよね。だから、スーザン・ライスさんはひょっとしたらね、えー、失脚したかもしれません。だけれども、他の政権スタッフも、 あのバイデンさんに逆らってね、移民をの、うん、無制限に入れようとしてたんで、まあ、その人たち一斉に亡くなる可能性ありますよね。まあ、今、それ、権力闘争している可能性もあるんですけれども、うん、でそれで、これはねあの、やっぱりこの決定に左派と、ね、マスメディアが怒ったわけですよ。うん、でただ、現実的な人たちは移民をね、移民、難民を無制限に受け入れると、生活が破壊されると、実際にその、 税金が無制限にこうつぎ込まれて、でそのホームレスが、ね、ホテルから追い出されて、あのホテルが、ね、難民で溢れてると、当然旅行者も泊まれないわけですよ。それに、ね、な何兆円かかりますみたいな話になって、あのぶんちょっといい加減にしようよっていう話になって、穏、え、健、ーえー、派がね、民主党内の。 国境の壁建設を認めたんだと思いますよ。だけれども、さはやマスメディアとしてはね、裏切りなんですよね、それが。もう差別主義者のに組みしたわけですよ、このバイデン政権が。うん、で、これはね、面白い話で、えー、今週、えー、もう全く共和党で同じことがあったんですよね。というのも、その、えっ、ー、と、民主党と妥協して予算案を通したじゃないですか。それで、その、 えー、デフォルトが一回遠のきましたよね、11月まで。うん、ところが、予算案のね、その一部の予算案を通したマッカーシー会議長は、共和党のその、何、うん、ですか、えっ、ー、と、過激派から造反が出て解任されちゃったんですよね、えー。で、その、それを行ったのはティーパーティーと言われてる、もう本当に過激派で、 でそのトランプさんも大統領時代にすごい頭を悩ませてたんですよねで。トランプさんはマッカーシーさんを支持して、ようやくね、5回、15回の投票の末にマッカーシーさんを会議長にしたから、当然今回の会議も喜んでないわけですよ。ただね、ちょっと的外れな記事を出している日本の,あ,のあれがあってあの、新聞があって、 トランプ派が造反とか言ってね、もう本当ね、もうなんか、誰が書いてんのその記事みたいな感じです。<laughs> はい。で、当然トランプさんは内輪もめを批判していて、その、アメリカを破壊してる極左の民主党員と戦わないの。なぜ内輪もめばかりしてるんだっていう話をしてるんですよね。で、えっと、まあ、バイデンさんへの追及っていうのは、 あの、うん、まあ、小委員会で、各委員会でやってるから、まあ、あの、別にマッカーシーさんはそうでもないんですけれども、集中しなきゃいけないときに、こうやってね、この、少し気にならないことがあるからといって、あの、マッカーシーさんを引きずり下ろすことに、当然、こう、苦言を呈するわけですよね。はい。それから、あ、ごめんなさい。えー、っと、どれだこれか。うん。これは、あの、まあ、たまたまね、沖縄タイムズを撮ったんですけれども、いや、共同の記事だったかな。 あれんんあれごめんなさいね。あれもともと共同の記事だと思ったんですけれども、あのー、トランプさんとゲイツ議員が連携してね、まるでこのおマッカーシーさんを解任したような書き方をしてるんですよ。あのー、で、共同の記事が、こう、ちうん、あのー、 地方紙にもね、載ったんですけども、何言ってんのお前って話ですよね。まあ、はっきりとあの、そんなことしてる場合じゃないよっていうふうに、えー、トランプさんは言ってるわけです。あれそれは当たり前ですよね。自分が支持して、えー、会議長にした人なんですから。はい。それでですね、この、面白いのが、だから、そのお、共和党も民主党も、両方ともね、今、 その過激化に頭を悩ませてるというね、共通の悩みをしてるんです。で、この,この図はですね、その、えー、日本の、えー、政局をね、占うとき、あの、説明するときに使ってる図を、こう、流用したんで、ちょっとこの辺ね、日本の政治スタンスとかね、自民党カバー範囲とか、うん、あの、あるんですけれども、まあちょっとその、細かいところは無視してください。えー、でですね、その、まあ今、 そのアメリカの世論が、まあ、こんな感じで分布してるとするじゃないですか、右と左で。でえっと、まずトランプさんってね、全然極右でもなんでもないんですよね。もともとこの人は民主党員で,、えー、で、民主党がダメだから共和党にくら替えしたで。しかも奥さんは、ね、合法の移民だから、移民排斥とかね、そういうことは全く言ってないんですよ。不法移民を際限なく入れるなって言ってるだけなんで、ごく普通なんですよね。 でえっと、そういう意味では、バイデンさんもあの不法移民をの図に入れあの無制限に入れちゃ困るよねって常識的なことを言っていて、まあ、だから担ぎやすいっていうのはあったんですよね。何、えー、ですか、えーとあれ、この方の名前忘れた、えーと。バーニー・サンダースさんとエリザベス・ウォーレンさんは。 まあ、バイデンさんに比べると左の方ですよね。で、さらに左に、その、プログレッシブっていう人がいて、だから、この人たちから見れば、バイデンは裏切り者だっていうふうにね、今も本当ん怒り浸透なはずなんですよね。うん。で、えっと、同じように、このティーパーティー、えっと、は、この真ん中にいる、あの、まあどうん、かなり、その、民主党に近い、 えー、あのマッカーシー下院議長を引きずり下ろしちゃったわけですよ。だからもう、これはね、両方ともしっちゃかめっちゃかなんですよね。はい。えー、っと。それで、えっと、で、今回ね、ちょっと話、脇道にそれるんですけれども、えっと、トランプさんが下院議長になるっていう説が出ていて、で、あのー、これは共和党側から、あのー、話を持っていったとそうなんですけれども、で、その、 誰もね、まとめられないんだったら、その短い30日、60日、90日の期間で議長になれるというふうにあの発言をしていますね、えー。すみません、これはまああの翻訳していただきたいんですけれども、えっと、フォックスニュースでそういうことを言っていたそうです。はいで ただね、本人はね、やりたいからやるわけじゃねえよっていう話をしてるんですよねで。私も考えるに、多分、トランプさんがやるメリットってほとんどないですよ。その、共和党をまとめるという意味、短期間まとめるという意味でしかないです。えー、なんでかっていうと、もう大統領選とね、プラスその嫌がらせ訴訟で十分忙しいわけですよ。議長なんかやってる暇ない。それから、その、トランプさんはリーダーなので、その、調整役じゃないんですよね。で、や,やっぱりその、 党内をまとめる。あるいは、その、民主党と交渉するというね、役はねえ、多分全然向いてないというふうに私は思います。で、本人も知ってるでしょう。それからですね、私は、あの、唯一のメリットとして、警護はねさ、あの、シークレットサービスがついていいんじゃないのかなって思ったんですね。唯一のメリット。うん。ただ、その、よく考えたら元大統領なんで、その、大統領経験者なんで、シークレットサービスついてるはずですね。だから、その、追加的なメリットはほとんどない。 えー、あとはですね、私がこうちょっと怖いのが、その、えー、会議長って序列第3位なので、その、大統領とね、副大統領にもしものことがあったら大統領になっちゃうんですよ。でもそうなったらね、えー、ライバルというか、その、サハとかね、反トランプは何を言い出すかというと、トランプが裏工作をしてマッカーシー会議長を解任した、えー。もう言ってるじゃないですか、<laughs> 実際。で、 さらに、政府大統領を何とかしてまで大統領になろうとしたぐらいのね、話は言うと思うんですよね。これこそまさに陰謀論なんですけれども、あのそういう状況を作り出すことはまずいですよね。まあ、あと、議会が,が、ね、会員がね、ここに書くの忘れちゃったんですけれども、会員がそのバイデン一族だとかの、うん、罪を追及しているときに、会員、うん、議長って逆に発言しにくくなりますよね。 あのやっぱりあの公平に裁くべきだと思いますからそのか、トランプさんが会議長になってしまったら、そのバイデンさんへの追及が、ね、逆にやりにくくなると思うんですよ。だから私は、ね、ならないほうがいいんじゃないのかなというふうに思います。でね、そらくさ、ね、ら、えー、なる強硬派の人が <laughs> 会議長になるんじゃないですか、トランプさん以外の。はい。それで、はい。で、あのー、このね、えー 民主党のバイデン政権の政策の変更っていうのはね、左の人ほど、もうこっちのね、こっちの人ほど敏感にこう感じ取ってると思うんですよね。あの移民制限だとか治安維持ね、あの警察解体って言っていたのに、あのなんでね、この集団強盗を捕まえるんですかっていうふうに、彼ら怒ってるはずなんですよ。だからポリコレ極佐だとか、メディアの、ね、攻撃が激化するんじゃないのかなというふうに思います。 ただ、左派が内側を起こしても、あんまりこう、マスメディアね、仲間だから報道しないんですよね。で、それは反米諸国の問題がね、あの、アメリカよりも、うん、アメリカが一番大丈夫で、他の国の方がずっとずっと大きな問題を抱えてるのに、アメリカやばい、アメリカやばいって言うじゃないですか。<laughs> その間に新興国は連鎖破綻してるみたいな感じなんですけれども、まあ、これは、あの、マスメディアの構造としてありますよね。うん。で、共和党はね、ほぼトランプ派で統一されてるんですよね。 あのトランプ氏の推薦がないと浮かれないし、それはね、あのいつそうなったかって言ったら、えー、とバイデンさんがあの一応ね、ホワイトハウスに入ったじゃないですか、2021年の1月に、一月20日ですか。でもね、その1週間後ぐらいには、共和党のお偉いさんがトランプ詣をして、 えそれでね、まとめてくださいと言って、もうトランプ派の、トランプの党になったんですよ。私はその時あの記憶のいい方は覚えてると思うんですけれども、えっと、共和党割れると思ったんですね、かなり激しく。ところがね、あっさりトランプ派で統一されてしまったんです。なので、その、まるでね、この増反した8人がトランプ派とかね、少数派の,の過激派っていうイメージを巻こうとしますけど、全く逆ですよ。あの、穏健派の多数派です、トランプ派っていうのは。はい。 で、えっと、まあ、これもね、あの、よくある話なんですけれども、最初はね、手段を選ばない過激派をあらゆる勢力が利用するわけですよ。まあ、BLM とか、アンティファとか。ところが、うん、やっぱりね、どん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 精鋭化していくわけですよね。恩恵派を粛清して、どん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 過激になっていく。で、そうすると国が荒れちゃうわけですよ。あの、組織はもちろんぐちゃぐちゃになりますけれども、それ以上にね、周りの,その国や地域が荒れてしまう。で、みんなね、争う、生活できなくなる。それで、みんな争うことに疲れると、 恩恵派はね、恩恵派はもう過激派だからって言って排除っていうのはあんまりやりたくないんですよね。でも本当にあの多くの人にとって外学になると思ったらもう排除するしかないわけですよ。これはね、もう本当にこう宗教戦争あるあるなんですよね。はい。で、その宗教戦争といえば本当にね、今アメリカで行われていること、まあそれは世界各地、あのまあ、日本以外の先進国はそうなかなりそういうところがあるんですけども、まあ あの、アメリカはもうほぼ内戦状態で典型的なんですよね。共産主義だとか、まあ、共産主義はね、隠れてるんですけども、ポリコレ・サハですよね。ポリコレ・サハはもうやってることは文化大革命なんで、あの、裏にね、こう、リベラのふりをした共産主義者がいることは確実です。ええー、まあ、それがね、もうやってること同じだから、この共産主義国とか全体主義国と。えー、それに対して、まあ、キリスト教右派があるわけですよね。はい。だから、これはね、もう宿命で、その共産主義という宗教、 左の宗教に対して、まあ、右の宗教がやっぱりあって、右というかね、まあ、保守的な宗教があって、まあ、これは対立するんですよね、どうしてもね。はい。ところが、それぞれに過激派がいて、恩恵派が頭を悩ませてるわけですよ。はい。で、その過激派はね、恩恵派をこがちょっとこう歩み寄ると、だからまあ、ここはちょっと妥協しね、平和、あのー、建設的に行こうやとか、言うと、その裏切りモード、 として制裁をするわけです過激派がで和平工作なんかしてるとねぶち壊すわけですよ暴れてはいで、えー、それで同じ派閥のね恩恵派と過激派はそれぞれ敵と結んでまで相手を潰しに行くことがあるなのであのーえー、今回のあれであのー、の会議長の解任劇で行けば共和党内の過激派がまあ元々ねそのお敵である 民主党とこう手を結んで引きずり下ろしたわけですよ、マッカーシーさんを。だこれはね、あるあるなんですよね。打ち毛もあるし、その打ちに勝つために敵と手を結ぶっていうのはあり,あり,あります。それから、その被害者が団結して仕返しをすると、別の被害者がまた生まれるみたいなね。<laughs> そのだからもう、もう、キリがないんですよね。俺は被害者なんだって言って、例えば暴力、古いじゃないですか。 中断暴力を。そしたら、それをね、例えば店を壊された人なんか、実は関係ない、加害者でも何でもない人だったりとかね、そういう連鎖が生まれるわけですよね。で日本はまだマシなんですよね、その、一心境的な激しさがないから、その、コロナにしたってね、その、 そんなにこう、殺し合うようなことなかったじゃないですか。まあ、暴れた人はいたにしても。うん。ただ、やっぱりね、アメリカの内戦にがっつり巻き込まれてるんですよね。LGBT 法案とかね。なんかこう、何ですかね。あのー、脱炭素とかね。もうがっつり巻き込まれてます。はい。それで、えっと、じゃあ記事を確認しながら行きますか。うん。あ、もうここか。最後か。はい、最後ですね。あのー、 ちょっとね、最近読んだ本マン、漫画です。えっと、すごい面白かったのでご紹介しようと思うんですけれども、えー、乙女戦争ディーブチー・ワールカというね、あのー、まあ、これ、綺麗なこう少女が写の表紙なんですけれども、 あのね、非常に面白くて、絵も美しいんですけどね。もう、もう、もういきなりね、何ページか開くと、もう、あの、ドロドロみたいな。で絵は綺麗なんですよ。絵は綺麗なんですけど、やってることはドロ,ドロドロで、その人間の語が詰まった作品です。で、エログロバイオレンス、えー、と言っても、まあ、典型的なやつじゃなくて、なんていうんですかね。えっ、ー、と、エログロバイオレンスを美しく描いてるみたいな感じですよね。はい、なので、それが苦手な人は避けてください。 これはねあの、えー、背景としては15世紀の1400年代のボヘミアなんですよね。まあ今のェコにあたる部分なんですけれども、そのヤン・フスさんという方が、えー、カトリック教会の、まあまあ、この人もあれですよね、えー、とカトリックの、なんて言えばいいんだ、えー、と牧師じゃなくて神父 神父かなんかだと思うんですけれども、えっと、ヤン・フスさんがカトリックがね、もう免罪符を売って大もけしてたじゃないですか。うんえー、それは、まあ、やばいんじゃないのって言って、えー、それは神の教えに背いてんじゃないのって言っちゃって、火炙ぶりになっちゃったんですね。それで,で起こったのがフス戦争というのがあります。で世界史やった人は、ね、名前ぐらい覚えてるんですけれども、私なんかね、えー、フス戦争ってそういうきっかけだっけってちょっとねあの、考え込んじゃったんですけどこれが面白い。であの。 特に面白いポイントを2つ挙げると、その、ルターが、えっと、1517年でしたっけ、その、宗教改革ねああ、ごめんなさい、17年じゃないや。ちょっとごめんなさい、忘れました。えっと、いいのか、17年で95ヶ条の、うん、なんとかって出したじゃないですか。それが宗教改革になってるんですよね。うん。プロテスタントの走りとなってる。ところが、その100年前にこのヤンフスサが、その、 すでにその宗教改革みたいなのを始めて、でね、あの火あぶりになっちゃってるっていう話です。で、えー、それで宗教戦争が起こったわけですよね。で、その時の戦術が、鉄砲のね、簡単なやつであの、女性や子供も使える武器なんですよね。えー、なので、女性、子供を含めた鉄砲対戦術の先駆けになったわけですよ。でその、日本に鉄砲が伝わるのって16世紀じゃないですか。 でね、それよりも、もうその鉄砲隊の戦術ですねあの、3列に並んでみたいな、それに近いことをやっていたという話なんですよね。で、まあ、あのね、女子どもですね、女性や子ども,も戦力になるってことは、当然ね、敵としては、ね、殺すわけですよ。でしかも、異教徒だからね、皆殺しになりやすいわけですよね。あのねまあ、宗教戦争ってあの どうしてもね、こう、凄惨な絵になりやすいですよね。その、ひまばらの乱にしてもね、なんか、あの、うん、信長のね、弾圧にしても。やっぱり宗教心が強いとなかなか折れませんから妥、妥協点がね、どうしても遠くなるんで、あの、うん、恨みが恨みをね、こう、買いやすいっていう感じです。それからこの作者のね、 あの大西光一さんっていう方、私初めて知ったんですけれども、えっと、端末の解説があまりに面白いんで、経歴を調べたら北大の大学院まで行ってるそうなんですよね。だからまあ、元ですけれども、ガチの研究者なんでしょう。こういうね、歴史ものに関しては。 でね、ちゃんとこの、えー、一番最後に、あのー、説明をしてるんですね。ここまでは、これは史実ですと。ところが、ここはね、ここの話と合わせて創作しましたとかね。あの、ちゃんと書いてあって、うん、私はすごい好感度高いんですよね。なんかもっと、ね、あの、絵も素晴らしいんですけれども、も原作書いて、あの、もっと奥の作品出してくれないかなっていうふうに思いましたね。はい。まあ、これは最後は個人の完全な感想なんですが、あのー、本当にね、今、宗教、 アメリ特にアメリカですよ、その宗教戦争の一幕を見ていて、ここのね、その局面が、ね、変わったんですよね。その民主党の穏健派が、えっと、共和党の政策に歩み寄ったから、多分ね過激派は、ね、許せねえって言ってねあの何かやってくるはずなんですよねあの。一つ大きな転換点だと思います。そうすすするるととですよもしかするとその おじゃあ、民主党と共和党がね、もうお互いのね、過激派なんとかしようやっていう話になるかもしれないですし。まあでもね、選挙があるからそうな、そうならないかもしれないし。えー、でもね、とにかく今までとはちょっと違います。少なくとも、えっ、ー、と、えー、政策転換、おそらくですね、権力構造の変化があったんじゃないのって思いますよ。なので、これから先発表される、えっ、ー、と、まあ特に民主党のですね、人事、えー、を、 注目しておきたいと思うんですけれども、それでね、少し方向性見えてくるのかなというふうに思います。はい、引き続き頑張っていきます。以上です。